はい、続きましてご紹介させていただきますのが、ファンタジスタのレジスタ、64ML です。こちらはですね、もうかれこれ10年前の、ファンタジスタを作り始めた後に、シグネチャーモデル、ね、各プロが、個人的に責任を持ってこだわって作るシグネチャーモデルの第1弾、フックセットバーサタイルの、タフ版リメイク版です。で今回は、フックセットバーサタイルという名前ではなく、フックセットユーティリティ、ね、万能で何でも使える1本、ね、というところをキーワードにリメイクしました。正直この竿リメイク非常に難しく、断念せざるを得ないところまで行ったんですが、まあ、最終的に皆さんに、妥協することなく、自分の竿作りの中では102点という評価を出せるクラスの竿です。一番ですね適しているというとですね、今パッと思い浮かぶのは、ベイトフィネスではカバーしきれないもうちょっと、カバーの濃いところに少し抵抗値のあるワームを落とし込む、はい、打つ、まあ、例えば岩盤からちょっと離れた立ち木にベイトフィネスだとちょっと不安だけどもうちょっとパワーの、ね、はい、あるしっかりとした竿で打ち込みたいという時にはベストかと思います。以前僕が撮影で収録した7月か6月に減衰をガッとした時にショアラインから魚が消えて見え隠れする立ち木に打っていった時の最初のスタートもこの64の ML でやりましたが、そういった意味で言うとある程度抵抗値のある少し大きめのルアーを打つのには非常に最適かと思います。はい、なのでぜひこちらのね、フックセット UT、現場で確かめていただけますと本物の竿が分かります。